はい、みなさんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかとすみちゃんです。私の夫婦です。はい、今日は何を話していきますか？韓国と日本のロボホの違うさと比較。うんうんうん、比較みちゃいちょ。韓国と日本のラブホの違いについて。はい、実は私ラブホの息子です。あ、そうだね。そうそう、私のお母さんがラブホをもう15年以上やってて、もう20年ぐらいかな。うんうん。で、うちの親戚も全部そうだね、そういう宿泊モテルって言うんだけど、うん、韓国だと。で、まあ、私たちが今宿泊業やってるのも、まあ、そこからちょっと来てるっていうのもあります。で、まあ、すんちゃんが見た目線での日本と韓国のモテルの違い、はい、モテルとあとラブホの違いについて話していこうと思います。はい、はい、それでは1つ目。1つ目、韓国はルーム入るときお金を払うんですね。なんかロボとかモテル入るとき、はい、一応おばさんがなんかこのちっちゃいなんかそこでなんか出てきて、はい、何人なの、一人何歳とかね、言うの、一応確認してから、そうやって、いくらですって言って、うん、でそこでお金払って鍵もらって、うん、そのまま行くの。うん、そうそうそう、はいはい、で日本は誰もいないの、入ったら。あ、まあ私あの日本結構行きますから、うんうん、一人で行くとき、なんか予約しなくて行くんです。うん、私絶対ロボ行くんですね。うん、だから勘違いされちゃうから。そっかそっか。なんで勘違いなのかな。まあまあ。なんかさ、はい、まあ、私も結構ソウル行くときとか、あのモテルで寝るとき多いんだけど、はい、だから勘違いされちゃうじゃん。じゃなくて本当にさ、もモテルって、いや。いや、モテルって、まあ、比較的安いし、あとこうなんだろう、その日にさそのまま行っても、いや、ウェイ、何お前が先な、これがゆかです。これがいつものまず、はい、その午後とかにチェックインしたい、したいっていうか夜に行って、まあ、夜から朝までしかいないなっていう時とかさ、うん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 、とかに使うとすごい安いし、そうそうそう、なんでうちら結構、まあ、オッパが日本にいたりとか、私がソウル行ったりとかすると結構利用する感じになります。なので誤解はしないでね。予約しなくても入れるし、うんうん、ね、そうそう。じゃあ、で韓国は一応9時、まあ10時に入りました夜、うん、でその次の日12時に絶対チェックアウトですね。うん、で、韓国ももちろんまた遅く行ったら、うん、まあ、12時間だけです。もしなんか朝の3時ぐらい入りました、うん、で絶対3時に、次の3時に出るんですね。あ、そうなの。そうそうそう。で、あの日本はなんかその時間から始まるんですね。多分時間をよって、私がドア入ったドアを閉めたその瞬間から時間があって、なんか何時間でいくらぐらい決めてて、だからすごいいいシステムと思います。あの中に自販機があって、こういう自販機がなんか時間とかなんかで書いてあるんだ。そうそう、なんかあのラーメンとか買う時みたいに。そう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 、最後出る時何時間いましたって感じで、15時間いました、なその15時間だけのお金バンバンバン入れて、それで出たらいいんですね。だから、あ、じゃあ無印だったってこと？無印、無印だけど、あの、しかもね、ドアが開けれないの。ドア入ったら、え、なんで？だから出たらすぐ逃げるから、多分じゃない？あー、え、じゃあ日本はドアを開けて、あ、だから最初1階に行った、んで、部屋の中に行った、部屋のなんか写真とかいっぱいあるの。何の写真？これは強敵だな。部屋の写真、部屋の写真。だから写真がいっぱいいるの、うんうんうん、なんかそういう写真じゃないですね、皆さん。全部怪しくなっちゃう。熱くなる、なんか熱い。ここで見せたらダメ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。じゃあ、だから部屋の写真、部屋の写真がいっぱいあるの、はい、部屋のレベルもあるのね、なんか高い方。なんでニヤニヤしてんの。なんかお前の顔が好きじゃない。好きだよ。どっち。まあ、あって、うん、それを選ぶの、うんうん、で、まあもちろん高いのやつもあるし、1万円以上のスイートルームみたいな。そうそうそう、うん、で、まあいつも私は基本、うん、だったら4000円、500円、5000円ぐらいのが、はいはい、でもすごい綺麗んです。うーん、で、私はなんで日本に行ってこういうとこ行くのは、うん、正直あの、ホテル取って行ったら、うん、
値段は高いけど狭いんですね。うん、狭いね。うん、まあもちろん場所はいいと思うんですけど、私はその場所のなんか難波の近くとかで、例えば大阪、うん、でそこいらないんですから、うんうんうん、別にちょっと遠くても広くていい部屋、うんうん、なるほど、うん、泊まりたいから。で私昔からそれしててさ、うん、だからちょっとあの10分20分ぐらい電車で行ったら、まあ何もないとこ、普通のなんか飲み屋街みたいな、そうそう、予約しなくても部屋はもちろんあるし、そう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 、そうだね。私もう一回言うんですけど、私もロボホの息子です。わかった。そしたら一番目の違いっていうのは、韓国は計算を最初にして、だと、はい、受付の方がいらっしゃって、はい、っていうシステム。そうそうそう。で日本は部員のところが多いみたいなイメージ、うん、韓国は年20歳超えなかったら入れないから、うん、ああなるほど。でチェック全部、うん、全部でするんですけど、日本はなかった。あ、しなかった、しなかった。悔しいね。そうか、無印のところが多いのかもね。もう、うん、多分あの受付の人がいるところもあると思うんですけど、はい、でもすいちゃんがいたところは無印で、その違いにびっくりしたって感じ。そうです。そしたら2つ目、2つ目、いや先の2つ目だと思う。あ、なるほど、はい、2個目を言っちゃった、言っちゃった。2個目はだから身分証明書の確認が、はい、韓国だとありで日本だとなしっていう点だよね。そうです、うん、それでは3つ目、一応日本はホテルに値段を、まあ、設定を5000円ぐらい、うん、5000円と1万円の間にして予約するんだったら、やっぱホテルが安いし、うんうんうん、もっと大きいし広いし、広いし、うん、まあ3倍ぐらい、いやもっとあると思う、しかも予約しなくてもいいし、自由だし、チェックインチェックアウトとかも。なるほど、時間制だからってことでしょ。そうそうそう、うん、もっと綺麗し、本当にちゃんとしてるからね、うん、そういうとこ日本は。だからすごい、だから逆になんで今までホテルで泊まったんだろうと思う。これちょっと位置だけ、位置っていうか場所だけ、うん、ナンバーのすごい近くがいいとか中心地とめっちゃ近くがいいっていうのじゃなければラブホで全然いいよってこと。そうで、韓国は最近、まあ、ラブホが結構、まあ、今うちのお母さんももう辞めて何年ですけど、うん、そろそろラブホがなんかすごい終わってきてるとこですね。なんかホテルが逆にもっと上がって、なんかホテル中になんかレジダンスって感じで、最近は、はいはいはい、中に洗濯するとこもあって、なんか料理とか行けるとこ、だからビジネスルームとか、だからそういうのが流行ってて、うん、最近韓国はそういう部屋がいっぱいあるんです。もう作りすぎて今はまあ残ってる感じ。うん、でそれを、まあ、買いだちだとか会社が全部リモデリングして、なんか確かに、うん、なんかホテルって書いててもお部屋入ったら、あ、これなんかワンルームとかだったんだろうなって、こう、うん、人が住む空間だったんだろうなっていう作りが多いね。でそれが値段も安いし、確かに、あの旅行行って洗濯するの大事じゃん。大事、もう本当大事。夏とかだから、うん、韓国はちょっと変わって、うん、そういう感じに行くんですね。なるほどなるほど。なんかレジデンスとかホステルが多めの流れになってて、そう流れと思う。日本はだから日本はラブホがすごい大きくて、でもまあ選択は確かにないけど、うん、まあレジダンスを逆にダメって感じと思う。うん、確かあんまり見たことないなって思うよね。なんかあるけどダメなとこがいっぱいあると思う。うん、Airbnb とかだったらまあ選択できるとかあるけど、でもそれはね、あくまでも人の家なわけで、そうそうそう、うん、ホテルとかそういう場所じゃないから、もちろんあるけどね、うん、あると思うけど、まあ少ないって感じ。そうだね、に韓国と比べたら少ない。そうそう、韓国はもういっぱいありますから。3つ目です。でした、はい、それでは4つ目、4つ目、あと私もう一回言いますね。お母さんがロボをやってて、私娘ですから。これは強敵だな、息子な。こういうのはすごい自然でいつも見てたんです。うんうん、ソニー用品なんて言うんだっけ、大人のおもちゃ。本当。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ソニー用品っていう韓国語で、うんね、うん、韓国の部屋の中にはないんです。置いといないんです。置いといてないんです。あ、日本にはあるの。日本にはあるの。どうなってるの。あ、でも聞いて、そういうなんかそういう世界じゃなくて、なんか自販機があるんです、部屋の中に。そういう商品もあるけど、いろんな商品が、まあ、ロボホですからね、一応ね、それを金入れて取ったりとか、ね、自販機があるってことね、うん、
韓国は中に何もないんです。韓国は本当に普通に揚げる商品だけあるんですね。みたいな、そうそうそう、メインだけで買うものはないんです。でもたまーにちょっと田舎のロボいたら、うん、部屋の中じゃなくて部屋の中に入る前に、うん、なんかエレベーターとか隣にとか、うちのお母さんあったからね。嘘、そうそうだっけ。うちのお母さん結構興味あるからまあだからあの部屋の中にはないけど、日本のラボには部屋の中に自販機があるってことだよね。あとはまあボーナスって感じで、うん、何々があるか、大体、はい、ロボを今まで行ったことないお客さんには、うん、じゃあだからもし日本に旅行に行きました、はい、韓国に旅行に行きました、はい、じゃあ全部あるんです。一応なんか、うん、シャンプー、リンス、もうバディ、うん、歯ブラシ、歯ブラシとかのそのチアとか、うんうんうん、全部あるし、ね、ヘアドライヤーももちろんあるし、うん、うん、あとミックスコーヒーあるね。ミックスコーヒーとかあるし、うんうん、水ももちろんあるし、タオルも全部あるんです、うん、どこの韓国と日本は一緒です。あ、そうだ、飲み物もあるし、ちょっとなんかジュースみたいなやつね、うん、そういうのがあるんですから、ぜひあの皆さんなんかモテル、うん、モテルとかで旅行行っても、なんか今日韓国行きたい、うん、今日日本に行きたい、でもスクワットどうしよう、うん、問題ない問題ない問題ない。で、なんかそうだ、私韓国のモテルで好きなのはなんか1階のとこに絶対にポップコーンとアイスがある。そうだよね、そうだね、そう、無料のポップコーンとアイスがあるんだけど、あとコーヒーとかはもちろん缶でいつでも持っていけるんだけど、なんとなくなんかネットカフェみたいな感じになってるのね、1階が。だからそのポップコーンとかこうバってやって部屋で映画見るとか、うんうんうん、すごいいいなって思います。はい、そんな感じの、あの私あのモテルのロブホの息子です。だから今までなんか YouTube 見てて、うん、でもこういうのはないなと思ってて、うん、でもみんな多分知りたいなんかお客さんがいっぱいいますと思ってあの本当にちょっとなんか考えて大事なのだけやってみたんですね、うんうん、あと値段も安くていいし、うん、皆さんにあげたくてこのビデオを作ったってことだね。そうですよ、はい、はい、ありがとうございました。それでは、まあ、皆さんのちょっと旅行の参考になったら嬉しいです。はい、うん、まあ、特に別にカップルとかじゃなくても利用してもいいと思うし、全然いいです。安くこうピョン投げ、もちろん移動したい人とか旅行したい人にはおすすめだと思います。はい、はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォローと、あと私たち今度バコ商店っていう服と、あとバコブーブの服とか置いたりとか、あと雑貨を置いたお店屋さんを、お店屋さんだってを開きます、はい、なのでそのインスタももしよかったらフォローしてください。次の動画で会いましょう。それではバイバーイ。